カバーミおったんとっとのマーシャルのランです。今日はね、これをね、ポッシュの、樽型のね、皆さんね、よく使ってるやつだと思うんですけど、樽型に変えようと思ったんです。今回ね、ポッシュの分ね、株用だとね、左右が24だったかな。左右本当は内径が24ミリを買わないといけないのに、普通のやつ買っちゃったんで、21ミリしかないんですよ。3ミリ小さいのね。左右大きさが違うんだけどね、こうやってね。違うんだけど。で、こっちもね、24だとね、こうスコスコっと入るんだけど、ちょっとね、トライしてみよう。まあ、返品する気はもうないんで、これ綺麗にね、取って。これね、なんかね、ここのゴムの分をね、ネットでやるっていう人がいたんで、俺らもその真似をして、ネットを入れましてですね、柔らかくしてやってみよう大作戦。ちょっとネット入れますよ。あ、そうか、抜けるんだよ。でも結構硬いからな。パーツクリーナーを、して、これぐらいでいいよ、ネット。この後絶対ひっくり返すやつ。少し柔らかくなってほしい。さすが無理か。パーツクリーン。動かんくなった。やっぱり土台無理か。なんかいっぱいいっぱいって感じよな。パッツンパッツンよ。やめた。ということで、失敗です。やっぱ21は入らん。よし。買い替えます。こっち行きましょう。いいと思ったのにな。取れんくなった、今度は。取れんし、4、5日かかるような感じなのよね。ということで、今日の失敗の巻でした。今日はミドルカブのハンドルグリップの交換をします。で、このハンドルグリップなんだけど、このグリップをねじ込むみたいにして入れるんだけど、これがなかなかね、同じ方向にこう回してねじ込んでたら壊れちゃいました。こう無限にこう回っちゃうっていうね、そういう症状になってしまいました。でそれで、抜いて調べてみたら、こっちも行きまーす。よいしょ。こっちはね、思ったよりダメだ。思ったより何や。思ったより何が、なんて言いたかったんでしょう。そうすると反対方向に回しながら。調子に乗ってグリグリやってたら、アクセルが戻らなくなりました。これはアクセルワイヤーが切れた状態なのかな。アクセルワイヤー。マジか。何かせんといかんですね。どこを直すのかな。ハンドルキットね。今日はダメだ。今ダメかもしれないけど、何やってんだかな。あ、なんとかな、ここだな、ここの、ああ、結局これまた外さんといけんのかもね。今日つけたばっかりやのに、外さなきゃいけんの、これまた。今までは結構ね、こう予習をしながらやってたんですよ。だけど今回急なトラブルなんで、ここやっとね、この鳥がね届きました。今日ね、2011年までのスーパーカーブ、リトルカブル等々に使えるスロットルコーンですね。このね、スロットルコーンがね、届きました。この前ね、動画で作れてるのかな。これでね、力任せにグリグリやったら、僕が壊れちゃって、それでダメになってしまいました。で、それで、抜いて、調べてみたら、ここのハンドルコーンっていうところなんだけど、ここが壊れてました。これは早急に直さないといけません。ひょんなことからなんかハイスロ化されます。10% のね、ノーマルより、ハイスロ化っていうようなことになってますので、まあね、ちょっとね、本人ね別にハイスロにしたいとかそういうのはないんだけど、たまたまね、買ったらハイスロ化の分だったので、これを選んでみました。ね、もうこれはね、いらないだろうから、あれです。もう、力任せに。また力任せに抜けんねえな、これ。はは！抜けんのんかい。まあね、入れるときもね、あんだけね、苦労したんだからね、抜くのもこれ、苦労するよな。はい、このね、グリップ抜くのもね、すごい力がいりました。もうこれに入ってる状態でグリグリしたくらいですから、やっぱね、相当力がかかりました。ゴムがもしかして伸びちゃったかもしれないね。よし、とりあえずここまででかい。次にね、これをつけます。スロットルコーン。スロットルコーンっていう部品なのね。全然、部品もね、わからない。先生を見て勉強しましたので、つけ焼き場でね、勉強しました。非常に取り立てがついてて、ほんの少しにしましょう。もうね、この気持ち。スラストワッシャー。ここに入れる。ちょうわ、あれまたこれ違うね。また失敗したかな、これ。やばい、またこれ抜かんといけんじゃん。これ抜けんわ、また。ああ。先にこれはめます。これはめて。ワイヤーもここが出てくる。にはめるだけです。ここのとこにね、でも言い訳するよ、手元は見えないね。よーし、オッケー。なんかいい感じに収まると、あとでべしゃべしゃになるし汚れもできるから、あまり塗りすぎない方がいいと思われます。次先にこっちか。こっちに出っ張りがあるんで、その出っ張りの中に入れの、よーしできないよ、まだ。そういうものがね、ここにこう刺して、刺しの、これからね、スロットコーンがあってのワッシャーがね、で、グリップね。彼方グリップ、やっと日の目を見るときができました。さすがね、もう彼の俺ね、一時過ぎてますね。何やってんだかって感じでしょ。で、これめっちゃ緩いな。でも大丈夫か。それがちょびっとあるぐらいいいのかな。お、なんか良さげ、良さげじゃないですか。なんかな、接着で使わない人はここなんかワイヤリングとか言って、ワイヤーかなんかをねぐるぐるっとして止められる方もあるみたいですけど、まあとりあえずはすげえこともないし、なんかな、そういうもね、この下のところで調節するんだけど。まあ調節はしなくて良さそう。いい感じにできてるんじゃないですか。じかじさんです。で、あとはこれのためにもうね、大変なんですよ。フードじゃなしにフロントカウルとか、なんかねバーとかがついてるんで、これを直して今日のランモータースは閉店ということにします。まあ、そこはもう別に取っとく必要ないと思うんで、今日はねこの辺で動画を終わりたいと思います。こんな風にね、なんかねバタバタのランモータース、まあランモータースってことのね、内部には手を出してないんで、今からまたね手出しすることも多々あると思いますけれどもね、まあ、皆さん長い目で見てやってくださいませね、楽しみながら見ていただけるとそれでいいかなと思います。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。